それでは問題です。歴史と英語の問題です。次のハテナに当てはまる英単語を答えなさい。慶応医学部の記載、三森健。オーシャン。なぜわかる。頭を柔らかくして、この慶応医学部の記載、三森健。全くキョトンとしてしまいましたけども。何その問題。三森健さん、解説お願いします。ビクトリーを日本語に訳すと勝つとなって、ボートを日本語に訳すと船になるので、オーシャンを入れると勝つ回収になります。あまたの天才が集う慶応医学部の中でも群を抜きます。三森健が存在感を見せつけました。超スピード難問を終えるも、8人の戦いは息もつかせぬ僅差のまま。続いての問題は、